私はライフリサイクルのりえこです。今日私たちはビーチでこんなものを見つけました。これは注射針です。もし子どもたちが触ってしまったら大変危険です。これはとても深刻な問題です。私たちライフリサイクルはゴミの問題を少しでも多くの人たちに知ってもらうための活動をしています。